夜夜よひふるよひふるよひふ夜夜よひふるよひふるよってハイジかよハイジかよ。もういい、もう、はい、今日はですね、はい、この、まあ、ハートランドからね、空中ブランコですね、はい、こちらから、お送りさせて、いただきますけれどもねどうすんだよこのオープニングからもう、はい、有名な、三重のねハートランドの空中ブランコっていうのかなこれはい、非常にね、気持ちのいいブランコ、はい、こちらからね、お送りさせていただきますけれども、本当にね日がな一日ねこういう景色を眺めてね、オートバイでブラブラ走って、ね一日過ごすっていうのは本当に贅沢だと思いますね。しかもねお金かからないしね、ガソリン代ほとんどガソリン代と外でなんか食べるぐらいしかお金がかからないんでね、本当に僕ねバイクオートバイっていうのはいい趣味だと思いますよ。そしてねこの53にもなってね、こうやってブランコに乗ってねハイジの真似もね、できちゃいますよ。童心に帰れるというかねもうそういうのしたくないっていう方は別だけどね、はい、オートバイって本当にいいですよ。まあ、細いところにもね駐車スペースがあまりないところにもね、スイッと行ってスイッと止めてね、はい、まあいろんな景色を見たり、一日ぼーっとしたりいろんなことができますんでね、はい、ぜひおすすめです。バカなオープニングから、始まりましたけれどもね、今日もね、本当に一日、ブラ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 しております、はい、特に目的ないです本当に、その辺のね、まああまりこう人が入ってこないようなね、裏路地を、オートバイで、ポコ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 走ってね、いろんな綺麗な景色を見て、のんびり、まあ、今暑いですからね、スポーツドリンクでもチビチビ飲みながらね、海を眺めるというような、贅沢な一日を送らさせていただいております、はい、そうですね、まあ、空波もね、まあ、こうやって、バイクのねいわゆるその元ブログ、というような動画を、出すようになってからですね、本当にたくさんの方からね、直接、まあ、なんていうのかな、空波のこう動画を見てね、オートバイ乗り始めました、空波の動画を見てね、こうリターンしました、そういうようなことをね、本当に言っていただける方本当にたくさんいますし、で中でもね、僕本当にここ数人本当連続かなで、本当に直接お会いしたリスナーさんですね、直接お会いしたリスナーさんから、まあ、いや本当にね、元ブログをやっていて、いわゆるその元ブロガー冥利に尽きるっていうのかな、まあこれ元ブロガー冥利、冥利って、その元ブロガーによってね何が一番どういうことを言ってもらうのが嬉しいのかっていうのは、まあそれぞれ当然違うとは思いますので、まあ一概には言えませんけれども、まあ僕がねやっぱり言われて一番嬉しい言葉っていうのを立て続けにね、お二人の方から似たようなことを言われまして、まあそれに関してね、まあ本当に今までね、まあ元ブログめんどくさいですよ、まあ、撮るのはね、僕本当になんていうのかな、そんなに、こう手間がかかってるわけじゃないですし、まあ、編集自体もねそんなに手間をかけてるわけではありませんから、大したことではないんですけれども、まあそれでもねやっぱり、こうやってコツコツとこう続けてきてね、今で言うとそうですね、元ブログもう2000本近いかな、はい、くらいになるまで出すというのはねやっぱり並大抵のことではないと思うんですよね、はい、まあ、好きだからやってこれたんですけども、まあ、ただ本当そんな中でもねやってきて本当にいいな良かったなって思える言葉をね立て続けにお二人の方からかけていただいた、というのは本当に僕は幸せです。本当に元ブロガー冥利につきます。まあ、どういったようなね言葉をかけていただいたかっていうと、やはり、人生を、変えてもらったって、言われるんですよ。僕その方にね言われました、僕の人生を変えてもらいましたと、私の人生を変えてもらいましたと、
これね、要するにそのオートバイをね、まあ、一人の方は、リターンを、された方なんですけれども、やはりね僕の動画を見たことがきっかけでね、なんでこいつこんないい年してねこんなに子供みたいに楽しそうにオートバイ乗ってやがるんだろうってね初めは思ったみたいですよはい、でね初めはこう眉つばものでね、見てたらしいです。僕の動画をなんかわざとらしいなこいつっていうような感じでね、そこまではっきり言ってくれました。でもね、ずっとこう見てるうちにねやがてこうもう夢中に何本もね、見るようになってしまったと、いうことなんですね。でこんなに、楽しいことを、俺もやっていたのに俺はやめてしまったのかって、その方は思ったみたいですね。で、一念発起してですねよし、もう一回乗ってみるかということで、オートバイにね、乗り始めたと、そうしたらですね、今までその方はやはりね、もう仕事をまだリタイアはされてないんですけれども、家庭を持ってお子さんができてちょっとした頃かな、やっぱり子育てで忙しくなってきてねやっぱり母親にばっかりね、子供の世話とか家事を押し付けていくわけにもいかないのでやっぱりオートバイ降りたそうですよ。まあ、この若い頃から結婚してしばらくまでは乗ってたらしいんですけれどもね、でオートバイ大好きだったらしいです、はい、でも諦めたと、まあ、でもねそんな中でもやっぱりオートバイに対する、気持ちっていうのはね、やっぱり残っていたみたいですね。で、まあいつか、乗りたいなとは思いつつも、きっかけっていうかね、そういうのがつかめずに、ここまで、来てしまったと、もういい年まで来てしまった、もう気がつけば子供もね、手が離れて、まあ、逆にこっちが世話してもらうような状況にもなってきたと、はい、いうようなね、感じで、オートバイにねリターンされたそうです。で今まではねやっぱりこう仕事の休みの日っていうとね、もう疲れてね、家の中で昼寝ばっかりしていたらしいです。でたまにこう何か、映画を見たりね、気になる番組を見たりしちゃゴロゴロして一日食っちゃねえ、していたらしいですね。まあ、そうしないとこ疲れが取れないと、いうふうに思っていたらしいですよ。でねその方ね、空波みたいにね、空波あいつ仕事してるのに、休みのたんびにね、オートバイに乗って外に出かけてってよく体持つよなって、いう風な感じで感想を抱いていたようなんですけれどもね、まあ、いざね、オートバイに乗ってみたらその家でゴロゴロしてるなんていうのは、本当に自分の、まあね、人生の時間の無駄遣いだったなっていうことを、非常に痛感したっておっしゃってました。まあ、その方ね、やっぱり仕事でどんなに疲れていてもね、嫌なことがあっても、まあ、気がめいるようなことがあってもね、休みの日にオートバイに乗ってね、こうブラブラするだけでね、もう全てのこう気持ちがこうスカッとねリセットしたっていうんですよね。でそれと同時に、休みの日もね家でこう寝てなくてこうオートバイに乗ってるっていうことは当然ですけども体幹も鍛えられますし、まあ、ゴロゴロしながら、物を食うっていうこともありませんだ健康的になって、体も締まってきて、そしてなんていうのかなこう肉体が若返ってきたっていうんですね。気持ちも、特に気持ちの部分が大きいと、おっしゃってました。まあ、まるでね10代、20代の頃の若い頃の自分に戻ったような気持ちになれると。で気持ちが若返って、さらに、体もそれに連れてね、若返ってきたというふうに、おっしゃってまして、まあ、それにね、まあ、仕事か家にいるかのどちらかということだと、やはり、その外に出ていかなくなりますよね。でそうすると昔ながらの、ね、友人こそ言いますけれども、新しい友達、新しい知り合い、新しい出会いっていうのがもうやっぱり全くなかったらしいですね。はい、それが、まあ、外に、オートバイに乗ってね、出ることによって、本当にいろんな人との出会い、お店との出会い、それからライダーさんとの出会いっていうのが、できて、本当にこう
なんていうのかな、人のつながりがバーッとこう、広がっていったっていうんですよ、うん、で、今本当に充実してて、本当に楽しくて、生きているのが楽しくてしょうがないですよ、空波さんのせいでって言われましたね。はい、で、まあ、ちょっとね、それ自分語りをしながらね、その方ちょっとうるっときてましてね、ちょっと涙目になってましたけど、それでそこで空波さんのせいでって言われたんで、僕もちょっとね、うるっときましたけどもね。はい、そういった形で、僕は空波さんの、まあ、バイクの動画を見たことがきっかけでね、人生が大きく変わりましたというところまでね、言ってもらいました。はい、もう一人の方はね、逆にオートバイに、今まで乗ってなかったっていう方なんですけどね、その方も、同様な、まあ、ほぼ同じような、話をね、まあ、リターンか、新しく新規にね、免許を取ってオートバイを買ったっていうかの違いこそ、あれですね、まあ、うん、2人とも本当にオートバイに乗り始めたことによって、人生が、変わったということでね、本当に僕も なんていうかな、こう芸能人とか有名人じゃないんですけどね、握手求められましてね、さすがにもう素人ですから、普通のおじさんなんで握手求められるとね、ちょっと照れるんですけどね、やっぱりそこまでこう言ってくださるとね、こちら言われたこちらもありがたいことですので、まあ、逆に手を握り返してね、はい、よかったですねって、うん、でも、またもう一個人生を変えないようにね、安全運転で、一緒に、バイク楽しみましょうよっていう風に言ってね、まあ、お別れしましたけどもね。いやー、でもね、本当に、オートバイっていいですよ。はい、どんな、ボロでも構いません、 50cc でも構いません、はい、逆に大型でも構いません、新車でも構いません、何でも一緒ですよ、道具ですから、はい、要はね、それに乗って走ることによって、自分の人生が開けたということが一番大事だと思います。はい、ですのでね、もし、こうそうですね、空波の動画を見たことによってね、本当にそういったような形で、人生がいい方向に、回っていったという方がね、本当に今後も一人でもいる限りはね、僕はこうして、元ブログをやる意義というのは十二分にあると信じておりますので、はい、これからもね、こうやって元ブログを、まあ、僕自身もね、こうやってブラブラ休みの日にしながらね、楽しみながら、続けていきたいなというふうに思っております。